柳。え？マジかよ。大谷と柳。大谷選手が来季からドジャースに移籍した。背番号は17を背負う予定であり、中日の柳選手と同じ番号となる。中日とドジャースが練習試合したら、見分けつかん。まるで紅白戦だよな。ユニフォームそっくりだから、17の番号を見ると、柳選手を連想してしまう。頑張れ中日。大谷さんは日本の誇りだよな。両チームはキャンプで交流とかもあるよね。中日がユニ作った時は許可取ったらしい。なんか下部組織みたいやな。柳も打つ方はなんとかしてるぞ。二人ともちゃんと二刀流なのくさ。柳さんは17という数字に愛着があるからね。実際に20への変更も断ってるくらいだよ。ダブル二刀流やないか。ドラドラ情報局は中日の現地情報や有益な情報を発信中です。チャンネル登録、高評価、コメント待ってます。